人生のミスですよ。ね、もう納豆好き。食べる。その行為。はい。じゃあ、本落ちてたんですよ。人生の本物のスパイスと人生の本物のタレが置いてあります。何それ。坂本ちゃんのお家の近くに来ました。坂本ちゃんはリポディが大好きなので、リポディとモンスター、嘘、モンスターじゃないわ、レッドブルをお土産にね、いくつか買ってきたので、このお土産を持ってお家に行きたいと思います。はい、行ってきます。ってことで坂本くんのお家に潜入していきたいと思います。絶妙なタイミングで来ましたね。何してたの？いや、とりあえず入ったらどうですか？お邪魔いたします。はい。ちょっとごめんなさい。なんで今そのまま帰ってきたところなので、マジで。じゃあくつろいでるわ。はい。もう何にも、もうなんか、ああとこれモザイクっす。あ、誰のものが映ってます？誰のも映ってないです。ちょっとモザイクがいっぱい出るかもしれないんで、そうっす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冷蔵庫開けていい？冷蔵庫ですか？ちょっと。いや、これ今冷蔵庫、はい、ちょっと衝撃的なことがあって、ちょっと僕映してもらいます。そう。坂本君。はい。まあ、言ってしまえば今、サッカーズハウスにいるわけなんですけど、はい、この密接な空間の中で、ご飯を食べてる途中で吉野家が来た、うん。で、僕は主食は納豆です。え、主食納豆？基本は。うん、これ、わかります？何これ、カチンコチンっす。あるあるパターンで、僕と今の冷蔵庫の中全部石っす。固まってます。全部冷凍庫みたいになってるの？そうっす。だから、鶏胸肉。これ、本当に今でもやってるんですけど、これっすね。業務用スーパーの。もう、言わっすよ。言わっすから。もうこれ、どうしたらいいんだよって話っすから。出しとけば全部。そうっすね。まあ、こんな感じです。飾ってんじゃん。若鳥の胸に。最近っすね。はい。ちょっと料理を、さやさんに、頑張れって言われたんで、うん、買ったんですよ。何それ？買った？いや、違うな。ゴールドジムで落ちてたんですよ。どういうこと？本が。マジですか？はい。いや、これ本当なんですよ。じゃあ、本落ちてたんですよ。いや、それさ、でも忘れ物なんじゃないの？あ、いや、じゃなくて、もともと落ちてたやつがずっと長時間放置されてて、まあ、あれです。所有権が失効しました。はい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 、何年ものってやつですか？まあ、何年ものでもないと思うんですけど、一見鶏胸肉だと思ったら、うん、鶏胸肉のことしか書いてない本だったんですよ。いや、で、これほど素晴らしいものはないぞっていうことで、調理方法で揚げる焼くっていうのが書いてあるんですよ、これ、うん、これもだから僕の料理ができるようになる本を見つけちゃったんですよ、ついに。これはっすね、もうこれで大丈夫だなっていう。活用できてんの？活用はまだできてないんで、横川さんの隣に置いてあります。こんな感じで、あの人も料理ができないらしい、ちょっとやばい組み合わせかもしれません。そう、こんな感じです。基本的には本棚もあんま、どうかな、そんな僕の家ってあんまり見たことある人いないですよね。確かに入った人で、まあ、結構普通に本が多いです、うん、本が多いのと、まあ、あのまあよく名刺、すごい名刺があるって感じです。名刺作ったんだ。あ、名刺は持ってます、もともと。よければ1枚どうですか？じゃあいただきます。はい。いや、くれないんかい。くれないんかい。いや、あとであげます。日体大ボディービル部の新歓、新入生歓迎会の説明会で使ったカレンダーです。何それ？はい。できる？そうです。ルールもモラルも守りましょうということです。ちなみに何人ぐらい入ってきたの？今年1年生だと20人近くすごいね。いて、いや、本当に将来有望な子たちがいるなっていう。楽しみですな。ボディービルの未来は明るい。はい。何してるの？マジか。昆布を加工しました。
なんで蓋開いてたの。いや、わかんないです、これは。いや、そうなの。ダメっすって、あとモザイクかかってくださいです。コンプライアンス的にダメっす、これは。エロいものが。人生のミスっす。人生のミス、これは。ダメっす。ちょっとどうしようかな。エロビデオですか。エロビデオじゃないっす。しまった、昆布つゆこぼしちゃいました。ああ、お姉ちゃんがいるから動揺しちゃって完全に好きじゃん。動揺したかもしれないですけど、ちょっとこれはまずいな。ちょっとマジか、うまい。いやいや、吸うなよ、うん、でもさ大丈夫です。人生の本物のスパイスと人生の本物のタレが置いてあります。何それ。焼肉のタレですで、納豆、菌死滅しました。電子レンジでチンしたもんね、今ね。そうです、納豆はですね、温めちゃいけないですよ、うん、ただ、解凍するために温めちゃったんで温かくなったの。まあ、温かいし、熱いっすね。もう死んだね。死んじゃいましたね、うん、オーマイガーですね。いや、これが栄養指導トレーナーあるある、一番やっちゃいけないことですよ。指導と違うことをトレーナー自身がやってるってうまい。うん、うまいっすよ、うん、めちゃくちゃ。おねえも納豆好き。納豆を食べるその行為に意味はないっす、はい、いや意味はあるのかもしれない、うん、ただ食べれるってことに感謝しないといけないっすよね。はいはい。坂本くん特製プロテイン美味しいっすよ。ブルーベリー、なんていうんですかね、ブルーベリープロテインですか、これは。乾杯。ケーピー。うん。本日の動画は坂本くんの人生のスパイスくんの生態に迫ってみました。テレビじゃなくてね、こうやって一般の人が家を探るのはどうだったでしょうか。はい。この後はね、坂本くんが女の子に着てほしいトレーニングウェアを着て、なぜか坂本くんと腕トレをすることになったので、今から腕トレに行ってくる感じですね。いや、あるんです、サイズ的に。だから着れるやつは。あ、いける。すげえ。ちょうどいい。すげえ。何が？どういうこと？あ、可愛い。いや。似合ってる。あ、マジっすか？普通にいけるじゃないですか。着れるのか着れないのかなんか心配されてましたが、こんな会話をね、全然大丈夫じゃないですか。何でいけない？楽しく楽しく。何がいけない？いや、大丈夫です。2人でお家デートしておりました。パンパンすぎて入らないじゃないかと思ったと。いや、違いますよ。違うです。違うよね。いい感じ。よし。いいですね。ボーイッシュになりましたね。じゃあこれで少し。腕取りですか。はい。はい、よし、お願いします。デートだね。筋トレです。デート。筋トレです。ということで、トレーニング動画は坂本くんのチャンネルで詳しく載ってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。最後は坂本くんのチェストプレスで。お別れしたいと思います。このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。最近ね、更新頻度がちょっと低かったので頑張ろうと思います。はい、ダイエットも頑張ります。はい、では今日はこれでバイバーイ。顔顔顔顔